はい、どうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。よろしくお願いします。はい、というわけでとうとう撮りました USS ボルチモですね。2020年オペレーションウィンターの上位報酬ですね。いやー、かっこいいですね。いや、思った以上にかっこいいですね。これはいいですね。もう写真の方ではね、何度も見たんですけれども、実際にこうやって撮ってみてね、眺め回しまして、やっぱり改めてかっこいいなぁと思います。いやー、これは本当にかっこいいという感想しか出てこないですね。この色がいいんですよね、色が。鈍色と申しますか。ね、この鉛色。すごく渋くてかっこいいですね。アメリカ従順の決定版みたいなやつですからね。第二次世界大戦中のね。さて、このボルチモア手に入れましてからですね、ゴールデンイーグルの方でこちら、修理キットと、消火器、そして AP の方は開放しました。そして、何度か、プレイしました。まあその時の感想を言いつつも、それではまあとりあえずやっていきましょう。はい。ですね、とりあえず簡単に2回だけプレイしました。2回だけプレイした感覚としましては、まあ良くも悪くもアメリカの従順だなというのが正直な感想ですね。まあ装填速度が遅いという点、あと回答速度が遅い、あと速度の加減速がやっぱり鈍いというのが、やっぱりアメリカの従順らしいというところがあるかなとは思いました。ただですね、やっぱり走行が非常に優秀だという点と、あと AP がですね、非常にこちらも相当に貫徹力が高いので、やっぱり長距離砲撃戦ですか、長距離砲撃戦の方では相当に戦えると思います。始まりましたね。ただやっぱりね、装填速度が遅いという点で、あとやっぱり戦艦がね、戦艦がやっぱりたくさん出てきてしまうんですね。戦艦がたくさん出てきてしまうという点がね、ちょっとね、悔やまれますね。戦艦がね、まだいなかったならば相当戦えたと思いますけれどもね。このマップですとね、本当に戦艦とかなり近距離で戦うことになってしまうんですけど、とりあえずスポーンしましたね。そうですね、戦艦は今いませんね。やっぱりね、みんなボルチモア使いますね。まあ私もそうなんですけれども、やっぱりみんな鳥、おっとすいません、ちょっとね、変なところで変な回答してましたけど、やっぱりみんなボルチモア使いますね。まあみんな私と同様鳥たたなので、とりあえず戦艦さえいなければなんとかなるとは思うんですけれどもね。多分相手もボルチモア多いと思うんで、そのあたりを期待してとりあえず、Cポイントを南側から望む位置に移動しますかね。さて、早速ですね、もう小競り合いが始まりましたけれども、まあ相手も12キロあるんでね、そうそう当てられないと思います。こっちもね、相手の船が見えないんで当てられないんですけれども、やっぱり装填速度がね遅いというのが、やっぱり難点ですかね。まあしょうがないといえばしょうがないんですけどね。確かですね、日本の最上とか、あとはイギリスのロンドンですか、あの辺と比べると装填速度が、5秒6秒、それぐらい確か長いんですね。なので結構打ち負けてしまうことがあるかなとは思うんですけれども、それでもね、やっぱり走行があるんで、それでなんとか頑張りたいところですね。まあ戦艦よりはね、さすがに主砲の装填速度は速いんですけどね。相手もちょっとね、攻撃の間隔が長いんで、多分相手もボルチモアが多分たくさんいるんだと思います。少しまずいですね。多分相手の砲撃の間隔から見ると、多分相当な数が C に向かってますね。
このままねちょっと大回りしていくと、うん、数で圧倒されてしまいますので、味方と力を合わせて C に直接そのまま乗り込みたいと思います。ちょっとね数で圧倒されるのはまずいんですよね。本当にボルチマは本当にあの砲撃のね連射が本当に低いので数で圧倒されるのは本当にまずいので、このまま C に乗り込みたいと思います。臨機応変が大事ですからね、海は荒れていいよね、さてさてさて、そろそろ、敵が見えてくる。あれはん？あれはボルチモアじゃないな、あれは何でしょうかね。ブルックリンか、あれ、あ、やばい、ブルックリンっぽい。この距離でブルックリンはちょっとまずい。なんだ、あ、ブルックリンです。あ、まずいこの距離でブルックリンはまずい。どうしようかな。とりあえず回答しまして、ケツを向けますか。ケツを向けるスペースが一応少しはあるんで、ケツを向けて少しでも、粘りたいと思います。ブルックリンか、まあワンチャンあるかな。 AP がバスバス通ると思うんでね。あとブルックリンの人も結構いるな、やっぱりいるなと思ったら、まずいな、味方、まずい、味方がこっちニューオーリンズと私だけですね。もう一隻がちょっと途中で止まってしまってますね。ボルチモアっぽいな、もう一隻はボルチモアっぽいな敵。こんなクソ忙しい時に、まずい、殺島に入ってしまいましたね。やばい、敵の殺島に入ってしまいました。とりあえず、まあできるだけ抵抗はしましょう。ここで回答する時間も、交代する時間もありませんね。4対2ですね。あっちはなんだ、あっちは鈴谷か最上か、ちょっと判断できないですね。すごいバシバシ打たれてますね。あ、鈴谷ですね、鈴谷ですね。鈴谷ならば、ボルチモアの装甲ならば相当耐えられると思います。鈴谷の 15cm 歩行ならば AP であったとしてもね、10km 若干切ってるぐらいですからね、多分走行の方はなかなか耐えられるとは思うんですけれども、とにかく今はですね、引き打ちをして、時間を稼ぎながらなんとか味方の救援を待つしかないですね。あ、味方は救援来てますね、後ろから1隻来てます。あと航空機か、航空機が1隻1機ですか、出てきてくれてますね。とりあえずあの鈴谷を処理するべきかもしれませんね。いや、鈴谷もあれか、引き打ちしてますね。参ったな。とりあえず後ろの5詰めが相当来てますね。敵のね、ブルックリン側から5詰めが来てるんですけども、とりあえず鈴谷をなんとかするべきでしょうかね。迷うな。南側から味方が一隻来ているんですけれども、そうですね、こっちのブルックリン側から来てる敵の5詰めの方を叩いた方がいいですね。あっちの鈴谷はですね、南側から来てる、味方に任せましょう。ブルックリンですね、味方のブルックリンが来てくれました。よしよし、この距離のブルックリンはほんと強いんでね、敵に対しても強い。あれはん？ブルックリンか、あれブルックリンですよね。ボルティモアとブルックリンって結構見た目似てるんでね、まあいいや、とりあえずあれを沈めます。あれはブルックリンですね。よしよし、とりあえずこの距離のブルックリンを沈めてしまえば、問題ない。いや違う、あれブルックリンじゃないな、あれボルチモアかいや、ほんと似てるんですよね、ブルックリンとボルチモアってね、パッと見。あれはボルチモアか、ならばこの距離ならば、同じボルチモア同士仲良く戦えると思います。相手の方が先に沈みますね、これはね。とりあえず時間を稼ぎながら味方の救援を待ちたいと思いますが、とりあえずあれは沈めちゃいましょう。もう沈んでほしいですね、あそこにいるのはかなり邪魔なので。当たらないかな、
よしよし、うん、やっぱりボルチモアでしたね。ボルチモアを撃沈しました。ただあのブルックリンいたはずなんですけどね。あと奥に、あの奥にいるやつかな、バック、あれ戦艦じゃね、戦艦ならば少しまずい、ほんとまずい。ヒューガか、ヒューガだな、あれヒューガですね。あ、まずいまずい、この距離のヒューガ、あ、ヒューガ、思いっきりヒューガだこの距離のヒューガはちょっとまずいですね。ただワンチャンありますね。ヒューガって一部の装甲は相当薄いんで、ワンチャンあるかな。ボルチモアのね AP ならば十分抜ける可能性があるんで、ちょっとこのヒューガはやるしかないですね。やるしかない、もうガチンコでやるしかないですね。ただ手法がこっちを向いてないので、うん、ターゲットはこっちではないですね。なのでなるべくねダメージを与えたいところ、難しいかな。ボルチモアの連射速度と、あ、もうゲージがないですね。あ、もう敵のゲージがもうないですね。このまま逃げ勝ちましょう、逃げ切りましょう、このままちょっと逃げ切りましょう。とりあえずあのヒューガは撃沈無理かな、無理っぽいな。いけるかな、ダメか、頼む、早くゲージ削れて、ゲージ削れてください、早くゲージ削れてください、早くよーしよし、なんとか逃げ切りましたけれどもすごい消化不良感ですね。これはちょっと褒められないですね。もう1試合やるんでね、もう1試合やるのでそちらの方で期待しましょう。はい、というわけで、マッチングしましたのでやっていきたいと思います。うん、エンカウンターですね。エンカウンターかとなると、ボルチモアなのであんまりね入り組んだところには入れない。ああ、こっちか。うん、ボルチモアはですね、やっぱりこういう上の入り組んだところですと座礁してしまいかねないのでね、どうしてもやっぱり真ん中行くしかないですね。そうですね、どうかな、怖いな。ヘルゴランドがいますね。ヘルゴランドがいるの。あー、ノーザンプトンもいますね。ということは、BR が 6.0 ですね。まずいな。戦艦がバリバリ出てくる 6.0 ですからね。さて、どうしましょうか。まずこのまま直進して、で、まあ、折り合いを見てね。まあ、なるべく当初側の方に逃げたいところではありますかね。もう早速撃たれてますね。あれは、シュペイですね。グラフシュペイが来てますね。グラフシュペイか。この距離で撃ち合うのは嫌ですね。なるべくそうですね、早めに当初側の方に逃げられたらいいんですけれども。結構狙いうまいな。この距離でこの、偏差か、結構まずいな。うまい人ですね、あの人ね。そうですね、まあ戦艦の人たちに戦闘を切ってもらうのが一番いいんですけれども、ここで回答はちょっと難しいですね。左に行こうも右に行こうもちょっと難しいな。シュペイとこの距離で撃ち合うの本当良くないですね。やっぱり結構偏差うまいな。さて、まあ、本当にね、この距離でさっきからどんどんって行って、なんか変なとこ撃たれましたね。あ、だけど乗員が全然減ってませんね。さすがボルチモア。火災は出たんですけど、本当にこのまま、まあ、そうですね、シュペイにあの島陰に隠れてもらうことを願いつつ行くしかないですかね。その間に相当撃たれますけれども、ボルチモアのね、装甲を過信してはいけませんしね。とりあえず、ちょっと強引に回答しまして、ケツを向けて何とかしたいところなんですけど、本当にね、このボルチモアの回答の遅さは致命的ですね。
ポルチモア最大の弱点って言っていいかもしれません。この回答の差はね、本当にまずいですね。味方に衝突しないようになんとか気を使いながら行きたいんですけど、なんか変なところで撃たれてる。向こうからも来てますね。あれはなんだ、あれはちょっとわかんないな。衝突してしまいますか。一回カージを戻さないとダメですね。たくさん来てるな。ボルチモアですね。向こうからボルチモア2隻と、あと何かもう1隻いますね。さっきからですね、なぜか私ばっかりに狙われますね。なぜか私ばっかりに狙われますね。敵からすればもうちょっと撃ちやすい味方がその辺にいるんですけどね。なぜか私ばっかり、狙われるので、ちょっと逃げますね。もうさすがに4隻とかからね、集中砲火受けてしまっては、さすがのボルチモアもまずいのでね。しかし、なんででしょうね。ボルチモアって結構目立つんでしょうかね。まあ、ボルチモアね、まあ、イケメンですからね。ボルチモアはね、イケメンですから、もう目立つんでしょうね。もうそう思って、ね、とりあえず今は逃げましょう。とりあえず逃げながらも攻撃はするんですけれども、やっぱりね、この回答の遅さが、やっぱり、結構まずいですね。この回答の遅さがね、まだ完全に、回収は済んではいないんですけれども、回収が済んではいないとはいえ、この回答の差はまずいですね。ブルックリンとかね、クリーブランドとか、あの辺もやっぱり回答が遅い部類の船でして、回収が済んでね、火事ですか、いていて。火事の方がですね、回収が済んだとしても、それでもやっぱり悪いんですよね。アメリカ艦の宿命ですかね。いや、もうさっきは、本当に撃たれまくるな。いや、本当おかしい。いや、なんかおかしいですね。なんで私ばっかり狙われるんでしょうね。他にも撃ちやすいね、なんか島陰からすごい砲弾飛んできたんですけど、ちょっとおかしい。いや、なんかおかしいですよ。ちょっと。この水柱、絶対戦艦じゃないですか。ちょっとなんで島陰にいる戦艦が私狙うんですか。ちょっと私よりね、狙いやすい人いるでしょう。なんで私ばっかりこう狙われるんですかね。いや、納得いかない。納得いかない。なんで、危ねえ。なんで私ばっかり狙われるんですか。これ島陰に戦艦2隻ぐらいいますよね。ちょっとおかしい。ほら、あそこにね、ボットとはいえ味方いますよ。あっちの方が絶対撃ちやすいはずなんですけど、おかしい。なんで俺ばっかり狙われるんですか、これ。なんかあるんですかね、なんかこう、砲弾を引き寄せる磁石みたいなのが、ボルチモアに実装されてるみたいな。いやー、おかしいな。またしてもですね、私、狙われ始めまして、複数の敵に。右下のマップ見てもらえば分かり、何ぐらい、まずい。右下のマップをね、見てもらうと分かると思うんですけど、私、こんなところにいるんですよ。こんなところにいる私を、なぜか、ね、遠くからすごいたくさんの敵に狙われてるんですよ。おかしい。納得いかない。納得いかないですよ。なんでこんなところにいる私ばっかり狙うんです？いや。なんかこう磁石かなんかついてるって言われても、もう納得します。もう砲弾を引き寄せる磁石かなんかね、もう搭載してると言われてももう納得しますよ。これおかしいでしょう。まずい。なんかすごいいいところにもらってしまいました。多分戦艦からの一撃だったんだと思いますけど、こんなところにいる私狙ってくる必要ないでしょう。また来た。もうちょっと狙いやすい味方たくさんいるでしょうに、なんでこっち来るんです。おかしいな。皆様ご覧ください。このような状況にあってもですね、まだ私狙われております。もう右下のマップを見てもらっても分かる通り、こんなところにいる私をですね、まだ狙う方が3人ぐらいいらっしゃいます。なぜでしょう。
納得いかない、納得いかない。あのねえ、もうこんなとこですよ私ね。えもういつの間にかですね、もう南の味方、くそもう南の味方もうダメですね、もういないですね、いつの間にいなくなっちゃったんだ。もうああもう突出しちゃってますね。もうこれは狙われるのはもう仕方ないです。しょうがないから、あそこにいる、うん、アメリカ従順をせめてね道連れにしていきたいところですね。ああもうただまあそうですね、もうあのここまで撃たれてもね、もう全然まだ戦えているという点を見てもらえれば、もうポルチモアがいかにタフなね従順であるかというのがもう分かってもらえるとは思いますね。もう少しですね、あと一撃ぐらい、あと一撃ぐらいかな。もうあれを見る限り多分ボットだと思うんでね、せめてあいつを道連れにしていきたいところですね。もうここまで撃たれてまだねもう浮かんでられるという点でも本当に優秀ですね。あのトネさんとかのね走行が優秀なんですけれども、多分トネよりも優秀だと思います、走行に関して。ん？ああ誰かに取られた。あ、ヒューガがいる。あ、近くにヒューガがいるのかな。近くにヒューガがどっかにいますね。あのヒューガにね、あそこにいるね、ドイツ艦をなんとかしてもらいたいですね。あそこにいるドイツの戦艦ですよね、確かね。あいつのね、ヒューガ、ちょっとどこどこちょっとわかんない。あそこにいるね、ドイツ艦。ここまでか。もうしょうがない。もう最後まで戦います。もう、ボルチモアですからね。もう、ボルチモアですから、最後まで戦います。もう、あそこの、ヒューガにね、なんとかしてもらいたいですね。あそこにいる戦艦ね。もしくは、一度、リスポーンして、ね、爆撃機であいつに復讐しに行くのも一つかなとは思うんですけど、向こうにいるのはプリンツウィゲンかな？それとも、ヒッパーか？まあ、どっちでもいいや。とりあえず、あっちの方の方がね、まあ、砲弾が効きやすかろうよということで、この辺、もうちょい、この辺ですかね。まあ、ここまで戦えたんですからね。ポルチモは本当にタフですね。そういったものが分かってもらえるかなとは思います。多分当たらない。くそ。はい、間に合いませんでしたね。なんていうか、もう消化不良ですね。おかしいな。ボルチモアってこういう船ではないんですよ。こういう使い方をする船ではないんですよ。ねえ。なんか消化不良感すごいので。はいはい。多分ですね、また近日中に、新しいボルチモア動画を撮ると思います。前回のですね、ウォーサンダー動画の方が、4試合やって40分超えてしまったので、今回は、2試合までとさせていただく予定でした。なので今回はここまでなんですけれども、近日中に必ず、新しいボルチモア動画を撮ります。もうね、タイトルなんかもね、復讐のボルチモアみたいな感じでやると思います。ですので、もしよろしかったらチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。それでは、月島でした。